4つをまず1種目紹介します。最初4つん這い、作ってもらって、でまず4つん這いの基本姿勢からですね、肩の真下両手、手のひらを落としてもらって、膝が、骨盤の真下ですね、でこの時に背中が反ったり、上に上げすぎたりしないようにフラットの状態、作ってもらって、で、手のシワですね、が前に来るようにセットしてください。で目線、顔もちょっと上げてもらって、ここを蛇に目にして、ここを上げていきます、はい、でこの状態で、ボールをお尻と間に挟みます、はい、この状態で、意識してほしいのが半分、足の裏側ですね、太もも裏側の、部位を意識してもらった状態で、あと、大腰筋ですね、意識して胸に引き寄せて上げていく、動きになります。でこの時も、背中は上げた時にグッと反らないようにフラットの状態です。で、これが、ニュートラルになります。モディフィケーションいきます、はい、もし、きつい方ですね、いる場合は、仰向け体勢で同じく手のひら外側向けて海外して、基本姿勢作ってもらいます、はい、で同じく間挟んでもらって、そのまま動作同じです。手を寄せて落とす、で、四頭筋で持ってこないように、大腰筋使ってしっかりハムも意識しながら、引き寄せてください。はい、次じゃプロフェッションですね、強度を上げていきます。で強度を上げる場合リップになってもらって、足に挟んでいきましょう。で、その前に、中足骨と肩骨がですね、まっすぐになるようにバランスを取って立つようにします。で、肩らしいものを挟んでもらって、バランスを取りながら、膝、お腹、胸の方に引っ込んでもらって、戻す動き。同じで大腰筋と半分意識しながら、繰り返してください。はい。以上、1種目は。はい、じゃあ次、もう1種目以下ですね、やっていきます。で、使う部位としてはお尻、臀部と同じくハム、の方を使っていきます。で、ニュートラルが、この挟んだ状態で同じですね、膝がハムと膝蹴りを挟んでもらって、その状態で体をちょっと前のめりに倒しながら落としていきます。で、この時にちょっとキープしてください。膝とボールと頭が一直線になるように、重心を落として右足の方の臀部とハムに、臀部に引っ掛けるイメージに、繰り返します。こちらも10回ですね、下げてあげてを繰り返します。でイメージとしては、ちょっと腕振ってランニングするイメージでやってもらえるとちょっとバランスが取りやすいかなと思います。はい、で、強度を上げる場合、これに両手上げる動作をプラスします。下げたと同時に両手上、そうですね、 OK ですね、はい、で、これを繰り返して、これもイメージとしては指先から膝が一直線になるように、はい、繰り返します。 OK ですね、はい、次、強度を落とす場合、かかとに着地する程度にボールセットしてもらって、この状態で同じく重心を落とします。でこの時に頭ボールが一直線になるように、セットして、こちらも上げ下げ上げを10回繰り返します、はい、これもハムを落とし意識しながらですね、1回繰り返してください。はい、